セントとして知られるアメリカ合衆国一セント硬貨は、アメリカ合衆国内で流通する通貨。1アメリカドルの100分の1の価値と同等である。硬貨の表側には、アメリカ合衆国第16代大統領、エイブラハムリンカーンの肖像が、彼の生誕100周年にあたる1909年の発行時より描かれている。 リンカーンの生誕150周年にあたる1959年以来、裏側にはワシントン DC に位置するリンカーン記念館がデザインされるようになったが、2010年からはリンカーンユニオンシールドのデザインとなった。硬貨は1 9 0 5ト、mm、ルの直径と1 5 5トルの厚さで製造されている。一線と硬貨はペニーの相性がある。 第二次世界大戦もピークを迎えた1943年、戦争で消費する銅の需要のために、亜鉛でコーティングされた鋼鉄を用いて作られていた、セント硬貨が短期間製造されていた。数少ない1943年版の銅製の、セント硬貨は、貯蔵庫に残っていた1942年用の、プランシェットを用いて製造された。 1943年に続いて、当時は回収された薬莢を使用し効果が製造工程へと進んだため、効果の仕上がりに真鍮の条痕がついたり、効果が黒みがかっていたりすることは他の年よりもよく見られた。1970年初頭、銅の価値が一銭と効果に含まれる銅の含有量のほとんどを超える地点にまで達したため、造幣局は アルミニウムの他精度を混在させた鉄の合金など効果に使用するための代用となる金属をテストすることになった。この時セントの材料にアルミニウムを使用することが決定され、150万枚を超える効果が製造されて発行を待ったが最終的に流通へは至らなかった。現在これらは違法な効果とされ、アメリカ合衆国シークレットサービスによる 没収の対象となるが、依然として、少量のアルミニウムセントが、収集化の主中にあると信じられている。現存のうち一枚は、ワシントン DC にある、スミソニアン博物館に所蔵されている。セント効果の金属構成は1982年、再び額面に含まれる銅の価格が1セントを超える、位置まで上昇し始めたため変更された。 一部の1982年の硬貨には97.5%の亜鉛が使用されているが、その他は95%の銅が使われている。その後銅の価格は1セント硬貨を製造しても、採算が取れるレベルにまで落ち着いた。1974年に製造されたアルミニウムセント硬貨。スミソニアン博物館所蔵。2007年5月26日時点で、 銅と亜鉛の価格は1ポンドあたりそれぞれ3.39ドルと1.67ドルである。こうした価格において1982年以前に製造された銅製のセント効果は2.267セント分の価値がある量の銅を含んでおり誘拐して売却すれば利益が得られることから格好の標的となった。しかしこうした悪質な期待に反して 合衆国造兵局は2006年12月14日に新たな規制を履行した。これは、セント効果やニッケル効果を溶かしたりする行為に、刑罰を与え、効果の輸出に制限をかけるものであった。この規制に違反した行為を行った者は、1万ドルの罰金や5年以下の禁庫刑に処せられる。 現在製造されている、銅メッキされた亜鉛を用いて作られる1セント硬貨は、金属価値に換算して、およそ0.943セントに値する。しかし、1セント硬貨の製造には、2014年で1枚、あたり1.7セントの費用がかかっている。亜鉛の価格が急激に上昇した折には、合衆国造兵局が、他の代用金属を再び探さなければならなくなる。 しかし、造幣局が製造し流通させる通貨単位や硬貨の含有量を決定づけるのはアメリカ合衆国議会である。造幣局は合衆国議会が命じる硬貨のみを製造するため通貨単位を変更したり廃止したりする権限を持ってはいない。アメリカ合衆国議会やアメリカ合衆国大統領の署名で制定される法律によって 廃止を行うよう指示されたならば、アメリカ合衆国財務省は、再びセント効果の変更や、段階的な廃止を検討するだろうという指摘がある。これは一セント効果を廃止しようという声や、それに関連した、法案が上がっていることに関係するものである。効果の需要もあり、連邦準備銀行もそうした需要に合うような目録の、作成を求めているため、 造幣局は1セント硬貨の製造を続けている。制銅、銅、亜鉛を用いて製造されたセント硬貨は、その違いが音でわかる。硬貨を指で連続して弾いてみると、主に銅製のセント硬貨は 12kHz の音で、音が鳴り響くが、亜鉛が多く含まれる、セント硬貨は、音が響かない。初めて製造されてからおよそ200年間、セントは、 様々なデザインの変更が行われてきた。1857年まで、一銭と硬貨は、現在のハーフダラー硬貨と同じくらいの大きさだった。現在までに、以下の種類が製造されている。名前は、硬貨の故障。年は、製造年である。1944年のリンカーンセント。裏側は、小麦とその穂が描かれていることから、 ホイートイヤーズと呼ばれる。ラージセントスモールセント効果の歴史において、リンカーンセントには、製造年の数字が様々なフォントで表示されているが、数字の4や8が上下に突き出して刻まれてはいないことを除けば、ほとんどの数字がオールドスタイル数字で刻まれている。重要な相違点として、数字の3が挙げられる。これは0、1、2と同じ大きさであり、 初期の頃は下に突き出していなかったが、1934年に1年だけ、下へ突き出した字体へと変更され、その後1943年より、永久に、下へ突き出た形の字体が、製造年の表示に使われることとなった。裏側のリンカーン記念館のデザイン拡大画像。微細だが、リンカーンの座像が、確かに刻まれている。 2008年まで作られた一線と硬貨の裏側には、リンカーン記念館の描写が刻まれている。スティーブ・クルックスは、辞書の論文、セオリープラクティス・オブ・ヌミズマティック・デザインの中で、リンカーン記念館が、中のリンカーンの座像まで詳細に彫刻されているため、エイブラハム・リンカーンが、アメリカ合衆国の硬貨史上、表と、裏両面に描かれた、唯一の人物であると述べている。 その後に実施されたアメリカ合衆国50周期年25セント硬貨の中の1999年に発行されたニュージャージー州のクォーター硬貨には裏側にデラウェア川を渡るジョージ・ワシントンが描かれたためリンカーンは両面に描かれた唯一の人物ではなくなったちなみにクォーター硬貨の表側にはジョージ・ワシントンの肖像が描かれている2009年は リンカーン大統領が一銭と硬貨に描かれるようになってから100周年を迎えるため、記念行事の一環として4種の記念硬貨の新デザインとする案が持ち上がり、2005年の大統領1ドル硬貨法案の一部として定められた。これは2009年に1909年製造の銅の含有量で作られたコレクション用一銭と硬貨の発行を命じるものであった。 2010年には、一銭と効果の裏面が、リンカーンユニオンシールドにデザインを一新され、新しいこれらの効果は、一般流通用として、世に出回っている。なお表側のリンカーンの肖像自体はそのまま、デザインとして残り使用される金属も、同滅キの亜鉛に戻された。様々な人々から、一銭と効果は、通貨単位から廃止されるべきとの提案がなされている。 理由は様々だが、アメリカ合衆国に住む人々は、クレジットカードでの決済で、一銭と効果を実際には使っておらず、チップで受け取ったお釣りに入っている程度か、もしくは、より上位の通貨単位に両替するため、銀行に赴くのみであるとの指摘も含まれている。近年に製造された、自動販売機も、実際には一銭と効果を受け付けておらず、 実用性もさらに薄くなるばかりか、最近の金属価格高騰により、2014年でも1セント効果の製造にかかる費用が実際の額面価値を超えている点も挙げられ、カナダドルとオーストラリアドルでは1セント効果が廃止されている。また、こうした論争がアメリカ合衆国議会にまで拡大した例として、2001年と2006年には、 アリゾナ州選出の会議員、ジム・コルベイにより、セント効果の製造を中止する内容を盛り込んだ法案が提出されている。一方で、2012年に行われた調査によれば、アメリカ国民の3分の2が存続を望んでいる。この理由について、ウェイクフォレスト大学教授で、経済学者のロバート・ウェイプルズは、損得ではなく、愛着心によるものとし、 いくら廃止の利点が挙げられようとも、実際に廃止に至ることはないと指摘している。なお、最小単位の貨幣の廃止は、世界的に見られ、カナダでは2013年2月4日をもって、一セント効果が、廃止された。一セント量化、2000万円で落札前で76年、前に鋳造幻の存在共同通信2019年1月11日、AB。 ジェフリー・スパルショット。米1セント効果の製造コストは作るほど、損の奨学効果。ウォール・ストリート・ジャーナル。http://jp.wsj.com/.articles/.1-1418710084。テスライコール Y2017 年4月25日。閲覧。AB1 セント効果は不要カナダが廃止。 米国は存続派が優勢か。CNN、http://www.cnn.co.jp:/usa:/35027858.html? ススララッッシシュュタグイコールクボックス USA2017 年4月25日、閲覧。以下は、翻訳元の英語版からの出典項目である。ありがとうございます。